ダイヤモンドプリンセスでの感染拡大は収まる兆しがありませんそこで気になるニュースの疑問をひ,とこひもとくニュースのハてなこちらウイルス対策について考えます深原さんお願いしますはい新型コロナウイルスの感染拡大が続く中本来ですと感染のピークを迎えているはずのウイルスによる疾患が大きく減っていますもうお分かりだとは思いますが、はい、インフルエンザなんですね 直近のインフルエンザ患者数を見てみますと今月2日までの1週間、万人です去年の同じ時期の21万人に比べると3分の1に大きく減っているんですね。でこれ、5年間の統計ですけれども、えー、10年間を見ても最も少ないということになっているんだそうです。インンフルエンザがが流行しないいい原因について断頭を理由につて頭挙げるる人もいるんですが この新型コロナウイルスへの予防対策が深く関係したとみられているんです新型コロナウイルスへの予防では四つのポイントが言われています手洗いうがいアルコール消毒の徹底そしてなるべく人ごみを避けることまたマスクの着用最後に栄養をしっかりとり十分な睡眠をとって免疫力を上げておくことも大切なケアになると言われていますでこれらの対策がインフルエンザの予防にも有効と言われているんですね、うん 今回のダイヤモンド・プリンセスの船内でここまで感染が広がった理由について感染症予防に詳しい岩崎恵美子さんは狭い閉鎖空間で多くの人が長時間生活する手すりなどといった同じ場所に複数の人が触ることが多いことが原因としていましてそのことから考えてみても手洗い、うがいアルコール消毒などが予防につながるので大切とおっしゃっています。 そもそもインフルエンザがどうして感染するかということなんですがウイルスが手についた状態で口や鼻を触るなど粘膜から感染すると言われています新型コロナウイルスも感染はインフルエンザと同じようになっていくとされています、うん、感染症予防に詳しい増田道明さんによりますと感染症に対してきちんと警戒することが他の感染症対策にもつながるとしていまして身近なところでできる予防策の重要性を おっしゃっていますつまり普段から感染症にかからないために予防を行うことが一般的な感染症対策として有効であると見られているんですね私たちにできる対策は例年行っているインフルエンザの予防を徹底することであるとも言えますさあ、はい、柳沢さんは世界各国で、はい、取材を重ねられてきたと思うんですけれども、えー、感染症などの対策に関してはいかがですかで先でやっぱり水に気をつけましたよね、うん、それからやっぱり手洗いですよなんと言っても 色派、まあの意だと思うんですけど今回はこのインフルエンザについて言うと、うん、あの意識が高まっていてワクチンの接種も結構してた人が多いんじゃないかなと思いますね。そうかもしれないですね間、うん、さんはいや僕は僕今年 初めて会社に置いてあるそのアルコール消毒液を使うようになって今までも置いてあるのは分かってたんですけどそこまですることないだろうと思って、はいはい、やってなかったですけど今年はさすがにやるぞということで <laughs>、はい、手洗いがいそれからアルコール消毒を継続しないといけない飲むだけじゃなくて手洗いですか